ジャクソン軍の人口ピラミッドジャクソン軍は、アメリカ合衆国オハイオ州にある軍。2005年の推定人口は33,526人で、軍長所在地はジャクソンである。軍名は、米英戦争の英雄で、その後1828年の選挙で大統領になったアンドリュー・ジャクソンにちなんで名付けられた。ジャクソン軍は1816年3月1日に組織された。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1092平方キロメートルである。このうち1089平方キロメートルが陸地で、3平方キロメートルが水面である。総面積の0.29%が水面となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は32,641人、12,619世帯。 および9136家族が暮らしている。人口密度は30平方キロメートルで13平方キロメートルの平均的な密度に13909件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.89%アフリカンアメリカンセント、先住民セント、アジア系セント。 太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.16%、及びパ欠0.82%で、人口の0.60%がヒスパニック、またはラテン系である。12,619世帯のうち34.5%は18歳未満の子供と暮らしており、55.24%は夫婦で生活している。セントは 未婚の女性が接待種であり、二十七点六パーセントは家族以外の住人と同居している。二十四点零パーセントは独身の居住者が住んでおり、十五パーセントは六十五歳以上で、独居である。一世帯あたりの平均人数は二点五五人であり、家庭の場合は3 0零人である。軍内の住民は二十六点零パーセントが十八歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下が8.7%、25歳以上44歳以下が28.7%、45歳以上64歳以下が23.0%、および65歳以上が13.6%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は93.2に見て、 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.9人いる。この群の世帯ごとの平均的な収入は3661ベイドルであり、家族ごとでは36022ベイドルである。男性の3651ベイドルに対して、女性は21546ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は14,789米ドルである。人口の16.5%及び家族の13.6%は貧困線以下である。18歳未満の20.3%及び65歳以上の16.1%は貧困線以下の生活を送っている。ジャクソン軍のコミュニティ及び軍区、都市村軍区その他、オハイオ州の軍のプロフィール。 ジャクソン郡、オハイオ州開発局、2007年6月21日時点のオリジナルより、アーカイブ、2008年11月23日閲覧、オハイオ州ジャクソン郡の基礎情報、全国カウンティ協会、2008年11月23日閲覧、ジャクソン郡のデータ、オハイオ州立大学公開データセンター、2008年11月23日閲覧、 アメリカ合衆国国勢調査局2008年11月23日閲覧ありがとうございます。